さあ、今日は何日ですかね。10月26日、間違いないですね。10月26日、僕、誕生日ですって言う人いませんか。あ、もらえた。一人やったらなんかもらえとったよ、俺、景品。うん、一人やったら。あ、10月生まれの方、いらっしゃいませんか。おっと、ちょっと会場明るくしてもらってもいいですか、ちょっとだけ。10月生まれの方、いらっしゃいませんじゃあ、後ろの彼に、受けて歌いたいんですが、次の曲は、バースデーソング、そのままですけど、バースデーソング作ってまいりました。最近ですね、自分ももう、なかなかいい年になっていてですね、いろいろ考えることがですね、ちょっとだけこう、大人になってきたかなと思うんですが、生まれて、20何年生きとったですね、みんななんかいろいろどうやって生まれたんかなとか、そんなことはもう考えることはなくなりますよね。そして自分たちがまた親になったりとか、そういう時に多分改めて考えると思うんですけど、ちょっと気づいたことがあって、自分たち毎年誕生日会とかするでしょ。誕生日おめでとうって言われてくると思うんですけど、1回目の誕生日の時、じゃあ自分らはどうしたんやろっていう、なんか自分たちが祝ってもらうためやったのかなとか、なんとかそんなことを考えたり、なんかちょっと難しいところに行ってしまって、そんな時いろいろ考えてできた曲がこの曲なんですよ。なんで今日はちょっと真剣に歌わせてもらいたいと思います。10月に生まれた彼のために歌いますね。皆さんもちょっと手拍子なんかして彼を祝いしてあげましょう。よろしくお願いします。あなたが幸せな顔してる。